ジャンピエール・ベルナン。ジャンピエール・ベルナンは、フランスの歴史学者、人類学者。専門は古代、ギリシア及び、ギリシア神話。神話学的研究から始まり、政治哲学的な考察まで幅広く展開した。コレージュド・フランス名誉教授。フランスのセヌイコール・エイコール・マルヌ県にある都市、プロバンに生まれる。父親は、哲学のアグレジェで、地方新聞。 ブリ地方の編集長を務めていたが、第一次世界大戦に志願兵として参加し、戦死した。このためベルナンは、父の顔を知らず、母も8歳の時亡くなった。パリの名門高リセ・カルノやルイルグランで学んだ後、哲学の勉強を志し、ソルボンヌ大学に入学。これには1935年に、哲学のアグレガシオンを取得した兄の影響も、あったかもしれない。 1937年、兄同様、哲学のアグレガシオンを主席で合格した。ベルナンは共産党青年団に加盟し、第二次世界大戦中はレジスタンス運動に参加した。1937年及び1939年に兵役を受けた後除隊されていたが、トゥールーズのリセで教師を務める傍ら、1940年7月から、 レジスタンス活動を開始。まず、エマニュエル・ダスティエ・ドラ・ビグリの指揮する南部、解放同盟に加入した後、ベルティエレン隊長の編名で、オートイコール・ガロンヌ県で、内地フランス軍の指揮を取った。ベルナンは、当時の功績により、コンパニオン・ドラ・リベラシオンという勲章を得ている。1948年に、CNRS に採用された後、ルイジェルネの勲章で古代イギリシアの、 人類学的研究を開始。1958年からパリの高等研究実習院第6セクションの教授を務めた。1964年には社会科学高等研究院内に古代社会比較研究センターを創設した。1975年から1984年までコレージュド・フランス教授。古代ギリシャ研究を通じて、 当時のギリシャ人と現代西欧人の共通点と相違点を明らかにする一方、デモクラシー概念の相違など政治哲学的な考察も活発に行った。シカゴ大学、ブリーストル大学、ブルノ大学、ナポリ第一大学、オックスフォード大学、クレダ大学、ブルガリア大学から名誉教授号を送られている。ベルナンは戦争終結後もフランス共産党に留まっていたが、 1969年に離島。その後も、平和と非暴力の文化を創造する10年のための連絡会議でラカルチャーデペイデノンバイオレンスの呼びかけ人を務めたり、2001年に創設された平和基金、非暴力21を支援するなど、市民運動に注力した政治的知識人といえる。2007年1月9日、オードセーヌ県の小都市セーブルにある自宅で亡くなった。 ありがとうございます。